ある貧しき村では口減らしのため、人は70歳になると極寒の雪山に捨てられるという掟があった。しかし捨てられた老婆たちは生きていた。ここは一体なんだな。俺は何にもねえところからここを作った。俺は心の底から村を叩き潰して、村よりも豊かになることが一番の敵討ちではないですか。死ななくてよかったな。本当にいいだったな。生きるとはなんとつらいことか。それでも生きてきた。過酷な状況の中、決して生きることを諦めない女たちがいた。今だからこそ語られる生への渇望。デンデラ。